本当だ。俺は力を持って生まれ変わったんだよ。だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えの効かない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若ならどん底からまた這い上がれますって。そのためなら俺も昔みてえにずっといつまでもそばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が、それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせとも。全員見つけ出して殺せ。で、
れた死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。やめてください、若！おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと。親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる。鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください、お願いですから。そっくりだな。え？つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。
でしょう。俺は若がどんな人間かよく分かってるって。もしかしたら若何もかもリセットしちまいてって、どん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたらここを目指すんじゃねえかって、そんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。そいつは俺に預けちゃくれませんか。人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ堀之内の神さんになってたよ。都知事になる前、奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったかな。そんな俺にあの女なんて言ったと思う。あなたには持って生まれた知性と品性を感じますだとさ。笑えるだろ。裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよ。どうだ傑作だろ。わか所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え体を変え人を殺してまで追いかけた権力ってのは。誰も本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ若。おやさん、荒川の親父とは沢城の頭だけはずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見た時、それが荒川正人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない、大事な人なんですから。またお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分でつながっちまってるからなんだよ。好き
人が嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだと、ふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさん、やっさんは城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一、あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺、お願いです、お願いですから、分かってください。お願いです。心配かけて悪かった。私は今から自首する。鳩の整理は、いや、もういい。好きにしてくれ。ひどいじゃないですか、青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。Yeah, yeah, yeah.
けてく近いよで遠い殺されかけた夢を嫌いになれない一途な野良犬かつてないほどのどんどこ振り出しまるでここの頃喋らない奴ら黙らせてるだけ不安定なこの自立心経の思想さけどまんすいすかすが一番とる狂い酒やめの時代と Fly 舞い上がれよ